空手押し切ったかレフト。バターも少し絞りづらいかもしれません。決まりました。飛び上がるまではいかなかったんですが、ランナーいいですね、はい、これ以上大きなアクションは罰金もんですよ。ただコースは最高でした。そうですね、いいボールだったですね、はい。まあ、これでも大きいですよね。もう体の近いところにはまだ来てないですね。とんでもないワンバンか、はい、アウトコースか、こっちだんだんと見たくなりましたね。期待が高まってますから、ね、そうですね、はい、一つの名物に今シーズンベルーナドームになるんでしょうか。三振。お、ちっちゃかったですね。ちょっと我々身構えたんですが、冷静に最後三振を取りました。0点に抑えています。このオープン戦、ここまでをハイライトで振り返ります。この風景は確かにありそうですね、はい、なんとなく見たくなりましたね。アニヤも一緒に飛びますか。飛びます。それぐらいの何かね、期待を抱かせる、はい、明るいですね。そしてね、もう今井投手と今何を話しているんでしょうか。ちょっとコントロールは不安定さを見せたんですが、そうなんですよ、そこですよね。、はい。